3月11日で震災から13年になるのを前に、石巻市の大川小学校で行われる追悼行事の準備が始まりました。震災以降、大川小学校では犠牲になった児童の遺族や住民らが中心となって、竹灯籠に明かりを灯す追悼行事が今年も3月11日の夕方に行われる予定です。今日は遺族ら5人が参加し、大川小学校近くの林から竹灯籠の材料となる大きな竹を切り出す作業が行われました。石川県でも あのような地震災害があり、また13年前を思い出すっていうか、この竹明かりを通してまた全国に防災の大切さとかを伝える、一つの行事になればいいなと思ってました。灯籠作りは今後毎週日曜日に行う予定です。